冷や汗止まらなかったよ。あの体調不良じゃなくて寝坊なので、すいません、大丈夫でございます。ごめんちゃい、ご心配かけまし、ごめんちゃい。大丈夫、心配しながら会社に行きました。ごめんなさい。大丈夫、学校遅刻ギリギリで行きました。まあ遅刻ギリギリはいつも。元気もりもりでございます。明日は卒業公演です。じゃーん、いやー、セトセブーン。さっきまで昼寝をしてました。仮眠をとってました。明日見てくださいね。いやー、セトセブーン、めっちゃ楽しみ。セブン復活でございます。絶対見てくださいね。あの卒業公演はあの卒業したメンバーも、卒業したメンバーなんですけど、藤原あずさパイセンがまああの瀬戸セブンのリーダーっていうことで、卒業公演は瀬戸セブンでやりたいって言ってくれて、それからもう計画がされて、まあ、延期になったりしたんですけど、ベストセブンが、明日復活するのでぜひ見てくださいね。皆さんお疲れ様です。ピッション、すっぴん、うん、すっぴんだよ。うん、夜にすっぴん、久々。口紅リップを塗っただけ。変わる？瀬戸セブンはめっちゃ久しぶりですよ。マネカネ、マネカメ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 。なんかあの明日も配信よね。配信なんですけど、あの瀬戸セブンで配信なんですけど、瀬戸セブンはもうめっちゃ久しぶり。そう、アンドモア、ちょっとブラックのことですかね。マネカメあるんよね、マネカメが。もうめっちゃレスするね、配信で。楽しいですね、楽しみです。泣いちゃうかな。でも卒業の時にも結構泣いたけ、悲しくて泣いてしまったけ、明日泣くかな。なんか感、どうだろう。私はもうなんか泣かないようにしますね。
これ伏線張ってるわけじゃないっけね伏線張ってるわけじゃないっけ、ぜひチェックしていてください、ぜひチェックしていてください。なんかあの硬いものとか食べたりしたらなんかのなんか口の中の上のなんか口の中の上のところにの皮むけてなんか痛くなってすることありませんか、なんか今痛いんだけどえ時々あるよね、なんか口の上が皮むけて、えなんて言ったらいいんだろう、気になる。えでも私あのそう昨日ぐらいにトマト食べとったらめっちゃガッて噛んだんですよ口の中を。でそしてなんかえめっちゃ痛いえどうしよう、しかもなんかトマトだからその場でめっちゃ染みたんですよ。えなんか普通になんかお肉食べてて噛んだら別になんかあ一旦あお肉おいしいって切り替えるけど、まずあのなんて言ったらいいんだろう、トマト食べてたらトマトの成分がここに染みたんですよ。でなんか多分そのトマトが良かったのか分かんないけどトマトが染みたところになんかついてもう朝になったら治ってた。えトマトのおかげトマトが染みたおかげで、そうトマトのおかげで治った、めっちゃ OK。 うん、え口の中って治るの早くないですか。そういえばさ今日さ寝坊したんだけどしっかりねあのお天気予報の準備しとったんよ普通に。どうなんか道か、今日のお天気はこちらになりますもう今日終わるけど今日のお天気はこちらになります。当たった、当たってますか、答え合わせ予報ちゃんと作ってたんです、用意してたんですけどはい、ずっと潤ってるのですぐ治ります。あ、そうなんじゃ、潤っとったら治るんじゃ口の中、じゃあ他のところも潤わせとけばいいじゃん。クマ、当たってる、当たってたセブン、なんかあの強いじゃけんベタベタするじゃないですか。ベタベタしたら嫌だよ。こんばんは。跳ねてる。うん、湿気がすごいな最近。アホ毛がねパーティーって感じ、アホ毛パーティー見える、いやなんかこの見たここから見える、あれ配信ではなんか全然アホ毛が見えんけど、ほんまにアホ毛がえなんかありますね、なんか話してて本当にこうだったんですよほら見てっていう時にはなんかあ別にそうでもなくなってるみたいなこと、だから嘘言ってるみたいなことになるけど、え例えばなんかえこれ本当にさっきより本当にめっちゃ血が出てたんですよほら大きくしたんですよあ治ってるえみたいなことあるじゃないですか、いや嘘ついてないからさっきまで本当に大きくだったんだからみたいなことあるじゃないですか、なんか今そういう状態、え本当にあすごかったんですよほら見て
え、アホ毛全然ないじゃん、いや本当にさっきまでアホ毛すごかったんですよみたいなことよくあるよね、なんかよくありますよね、え、あるあるで、嘘言ってるみたいなことあるよ、いや、あの怪我じゃないよ、怪我したわけじゃないよ、そういうあの例え、お前さっきめっちゃ怖かったよ、まあアホ毛の話なんだけど、皆さん今日はお仕事お疲れ様です、今日も一日お疲れ様です、月曜日、今日火曜日、水曜日、木曜日と金曜日ではないな、水曜日か火曜日か、水曜日、今日水曜日、あ、火曜日、火曜日、火曜日はマジで微妙だな、え、水曜日は好きなんですよね、水曜日だってもうなんか、あ、頑張れ、なんか、あ、折り返してんだ、頑張れる、え、まずモチベーション的にまず月曜日から始まるじゃないですか、月曜日、あー始まった、1週間始まった、でもまあ1日目だから頑張れるみたい、火曜日はもう何とも思う、水曜日は折り返しだから頑張れる、木曜日はあとちょっとだ、金曜日は今日で最後だ、で土曜日日曜日よっしゃ休みだ、月曜日、あ、今日から1日まあでも頑張れる、で火曜日が一番微妙、火曜日と木曜日がねめちゃくちゃね、なんか微妙ですよね、今帰宅した、明日は公演です、卒業公演です、歌って踊れることに感謝、昨日ユミリも同じような話題言ってた、ほんまにテレパシーじゃん、日曜劇場、金曜日ワイドシんプレミア、あ、映画ね、テレパシー、シンパシー、以心伝心ですね、公演楽しんでね、楽しみます、シンクロニシティだね、ハモれハモった由美子と、由美子と、え、同じ考えなんですか、シンパシーは違う、こんばんは、シンクロ、いや、アモーレじゃないけハモーレ、ハモレー、あーあーハモレー、ユミコカー最強、ユミココは最強ですよ、最強コンビじゃけ、でもなんか一緒におる時間がとか話したりする時間が長いとなんかその人と一緒な、なんか一緒な感じになるよ、私は中日ファンですがカープに逆転されました、ピエンピエンカープわっしゃい、嬉しい、頑張れカープ、栗投手
一緒ってどんな時に感じる？え、なんだろう。え、一緒ってどんな時に感じるだろう。あ、76日よかった。え、もし今日がさ、なんかさ、ちょっとで配信できんとかの時にさ、寝坊したらさ、一日中もうできんかったことがもう頭にずっとあるよね。今日できるんだけど、もうずっと頭にあったけど。76日ありがとうございます。どんな時に一緒にずっと感じるだろう。同じ考えだある時、本当に全く同じタイミングで何々っていうことあるんですよ、ゆみこと。なんだろう、それが何か覚えてない。よくある。77日、なんか77日、え、待って、明日はライブして、ライブから帰ってきたら私ショールームしますね。9時半ぐらいかな。あ、明日してるのめっちゃしてみる。あ、いいね。7月7日なので、あ、なあちゃんの日、確かに時間、あ、そっか、時間あるかな。明日でも疲れてるし大丈夫。ライブの日は疲れるかな、疲れるけど、なんかね、生き生きして、あ、7月7日じゃないか、77日目なだけか。そうだ、配信7月7日とかそういうわけじゃないね。確かに配信が77日続いたっていう話。そう、でもなんか歌って踊ってドライブインライブとか、なんかマイカー公演とかあったけど、なんかスタッフの方に、なんかあのなんだろう、劇場スタッフの方に、やっぱりコカはなんか歌って踊ると輝く、なんだっけ、やっぱコカは歌って踊るやねみたいな感じで言ってもらって、めっちゃ嬉しかったんだけど、それを忘れたけど、なんかそういう系のこと言ってもらったんですよ。楽しそうに踊りますか。嬉しかった、歌って踊ることはもう楽しいです。忘れたっていうか、なんか、そう、でもこれ、こんなこと言ってもらいましたよ。なんかアイドルだね、確かに。ありがとう。え、私七並べ配信したいんですよね。あの、せーので七並べするよね。水を得た魚ほんまにライブの時はなんか嬉しい、そう言ってもらえた。歌って踊るから優雅に踊れるようになりたいな。でもそしたら私の良さは消えるんかな、全力がむしゃらって。人よりもちっちゃいから、人よりも遠くに手を伸ばせないといけない。せーのだとラグがあるの。こんばんは。こんなライブ70回、どっちもあってもいい。
でもなんか2期生の子も褒めてくれる。うん、嬉しい。2期生の子を見て褒めてくれる。あつさんも優雅もできるようになる。どっちもできるようになる。ね、どっちもできればもうそれは素晴らしい。素晴らしくなれるように頑張る。頑張りましょう。みんなで頑張ろう。みんなは頑張らんでいいけど。ライブでココアちゃんのシークレット当たりました。イエーイ。なんかあのカードが当たったらめっちゃその時モチベあるよね。一応応援する。一応って言わんでいき。ありがとう。微笑んでいたい。ずっと優しく微笑む大切な君。約束したいんだ。それはしない。なんか MV の歌詞読み返してたら読み返すほどなんか深いあれ、うん、なんかうちらの関係のこ私たちの関係のことかなって思っちゃいますよ。ちょっと聞いてみてください。歌詞を見ながら聞いてみてください。アイドル側がそう思ってくれたら嬉しい。やっぽーい、やっほーい。コカーの瀬戸セブンで一番印象に残っていることは、瀬戸セブンで一番印象に残っていること。え、カーブ追いつかれたじゃん。うん、瀬戸セブン、あー、え、あーでもティフとかもそうよね。ティフとか1番に出たもんね。なんか瀬戸セブン割となんかトップバッターみたいなことが多いかった気がする。トップバッターみたいなことが多かったかな。ティフでもトップバッターだし、なんか課外活動公演もトップバッターだったかな。そう、放課後フェスもトップバッター。なんか瀬戸セブンファンの人って多いんじゃないですか。どうセブンのあの熱の、あ、熱が好き、熱な感じ好きって言ってくれる人もいそう。ティフの一杯の水沸いた。セブンはなんか一人一人に役割がね。ココアがいるから好きです。いや、ありがとうございます。
いろんなイベントに。広島暑い暑い、そう瀬戸島も盛り上がりがすごい。楽しい。セトセブン、いいグループ。セトセブンは永遠です。いやー、なんだろう、セトセブンだってあれがあったんですよ。だってニュース番組ね、番組があったんですよ、セトセブン。あのなんか公園、いろんな公園やってきたけど、なんか陸上公園とか他にもいろんな公園、陸上公園第2クールとか第1クールとか、瀬戸セブン公園とかやってきたけど、瀬戸セブン公園もなんかまた瀬戸セブン公園リバイバル公園、リバイバル、あのゴゴリバ公園とかいろんな公園あったけど、やりたい公園の一つだったけ。明日のシャトリアお楽しみなんですけど、まあ、何をするかを皆さんはお楽しみなんですけど、全部やるかこれ、そう楽しみです。みんながもう一回リバイバルしてほしい公演って何かありますか、瀬戸セブン。え、私はなんかあんまり覚えてないけど、あのあれなんだっけ、一番最初に私が出たライブもう一回やってみたいなって思うよ。なんかリバーとかあったな、リバーとか、あとラブ修行とかあったよね、陸上公園、君好きとかありましたね。瀬戸内七軒ツアー、ゴゴリバー見たい。ゴゴリバーもね、あのオリジナルのメンバーでまたやりたいです。自分に言い訳する、じゃあね、やってみなければあかんね、まっすぐ進むしかね、ずっとずっとずっと歩き続けろ、決めた道を君の心にも。2期生にもゴリバ経験してほしい、してほしい、してみてほしい。陸上公園他に何があったかな、ゴゴリバがなかったら今俺はここにあると思う。嬉しい。でもなんかそういう瞬間ってありますよね、何の意味がなかったら。センチメンタルドリームやった陸上公園。センチメンタルドリーム走り続ける、あとラブトリップもやった。なんか陸上公園出航準備中いいよね、陸上公園出航準備中はなんか一番成長できた、成長、まああのポジションとかも経験してもらっても、自分普段の自分だったら絶対立つことができない夢みたいなポジションとか経験してもらって、まあセンターっていう、センターのアンダーっていう、抱きしめられたら暗闇のセンター、今はまた違う、あのパフォーマンスができるじゃないかな。ダンスうまいよね。いや、うまくないですよ。うまくないよ。マジでうまくない。下手くそ。アーカイブでたまに見る。いいよね。ギバンとホール。
思い出してよかったの2番とかもやってたんですよ。君と知り合ってどれくらいだろう、花火大会に君がいたんだ、タララ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 ラタタタタタタタ、夏だから、いやじゃ あの夏出張公演では夏に出張したけ、あの夏曲メドレーとかもあったよね。お見送り最高、振りで遅いから人一倍頑張らなきゃいけない。逆転負けのカープ負けたの、カープ、うわーカープ逆転されてる、本当だ。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。でも MV の思い出は風を待つが一番。皆さんが一番好きな MV は何ですか？ STU の。逆に、あ、分かった。STU の一番好きな曲じゃなくて、STU にこんな MV 作ってほしいみたいな。暗闇、風を待つ、風を待つワンカット面白いよね。大好きな人、大好きな人もいいですよ。初めて船でペダルね、大好きな人、思い出せる声ですよ、いいよね。なんかスカイダイビング、なんか例えばなんかなんて言ったらいいんだろう、恋するフォーチュンクッキーみたいに、あの大勢でなんかパレードみたいなのでなんか作ってほしいとか、あの無謀、そう無謀な夢みたいになんかあの海でなんかかっこいい系で作ってほしいとか、なんか最強ツインテールのなんかあの家みたいな、部屋みたいなところでアイドルみたいな、全曲コカの顔面、いやおかしい、カイココしか出てこんみたいな、それ怖いホラーじゃけ。君好きな MV 好きですか？何の MV が好きですか皆さん。セカラシカみたいな MV、 ヤンキーみたいな感じ。リップシーン多い、あ、でもなんかラブラドールレトリバー、ラブラドール走って、一人一人の映るシーン多い、確かに。欅坂の MV みたいな暗くてメッセージ性ある MV、 確かに世界観っていうかなんか雰囲気もなんかすごい引き込まれますよね。あの外のなんか B、 なんか外のなんかあの無謀な夢も外だったけど、いや水、いや衣装じゃなくて、まあ、衣装もだけど、衣装もいい、可愛かったけど、なんかラブロードレトリバーなんかこう全部なんか真っ白な感じ、早送りカレンダーっぽいやつ、え、あれ早送りカレンダーっぽいやつはあのあれですよね、なんか CG みたいなんで、なんか景色がなんか NMB さんのまさかシンガポールだっけ、なんか警察警官みたいな、警官がなんか追いかけて強盗犯を、みたいな、なんか曲全部のなんかもうドラマみたいな、ねえ面白そう。
ビギナーの消された MV、 ドリアン少年とか可愛いですよね。もうあれはもうなんか海外だね、海外旅行みたいな。希望的リフレイン、え、希望的リフレイン、もうあドラマがあるよね。希望的リフレインってなんかさ怖くない、なんか追いかけられてみたいな。え、あの HKT さんだったらあのジャジャジャガチャチャーン、ワンツースリーフォー、な、なんだかしら、桜みんなで食べた満開の花びら、あれさ、ああいうのもよくない、なんか不思議の国のアリスみたいな。あ、それは12秒か。なんか不思議の国に、不思議、不思議の国が言えんけ、言えて、マジ、ろれつが回らんけ、不思議の国に迷い込んじゃったみたいな。そういう部分も言えん、かわいそう。ハッシュタグ好きなんだもん、いい。え、いい、確かに。僕たちが、僕たちは戦わない。あのもう戦うよね、戦ってるよね、あれ。僕たちは戦わないけど戦ってるよね。え、全然詳しく、え、最高回もいい、なんか永遠プレッシャー、曲に行くまで結構長いですよね、永遠プレッシャーって。なんかドラマ、そこからドラマみたいな。STU でセットの MV、 あー、あの全部なんかSTU のセットだったら、海外 MV 撮るならどこで撮影したい？え、全然分からん。マチュピチュ、マチュピチュ、いやこれは私があの行きたいところなんですけど、将来教科書とかでよく見るから行きたいって。マリスカロクンロー、なぎさか、え、室内ないんかな。でも STU はなんかあれですよね、なんかその瀬戸内の景色とか、でも聖地巡礼ね、あれマチュピチュマチュピチュでどこで撮るみたいな、あのね、標高が高いんかい、ね、空気が薄い、もう酸素薄くて、もう MV 撮るだけで大変だっけみたいになるよ。え、景色とかだとどこがあれなんだろう。いろんなのがありますよね。いろんなところが、これからの STU の MV、STU の MV は聖地巡礼ってか観光名所、結構観光名所とかが多いけど、海の中、いや海だったらもう瀬戸内で撮ろうってなるよね。瀬戸内で撮ろうって、瀬戸、え、ST48 でしょ海いっぱいあるじゃんってなっちゃうんです。グアムとか、でもまたさ沖縄とかそういうところの海のなんか瀬戸内の海とまた違いますよね。ウーゲ、なんて、エーゲ海。あ、もう45分ですか。いい時間ですね。それではここでランキングを読みたいと思います。
海外行ったことあるよ。サイパン行ったことある。サイパン、ね、これ嘘じゃないんだけどね、サイパンじゃないですか。サイパンってどこにある。サイパンがアメリカ。サイパンってなんだろう。サイパンってどこ。サイパンがどこか分からん。サイパン、サイパンがどこか分からん。めっちゃ昔よ。アメリカか。いや埼玉じゃない、埼玉じゃないけ、アメリカ。そう、サイパンじゃないですか。でこれ嘘じゃないよ、嘘じゃないけど、サイパンだって言ったんです。なんか親父ギャグ、私が自発的に言ったわけじゃない。本当になんかサイパンがあの推してるサイパンダ、サイとパンダが合わさったサイパンダっているんですよ。これ私が作ったわけじゃないけど、ね、ほんまにおるけ。サイパンダっていうキャラクターがいるんですよ。それが可愛いって話。これ結構マジ私が作ったわけじゃないけど、 T シャツもある。違う、サイパンダ、サイパンダ、パンダパンダパンダ、サイとパンダ、サイパンダ合わせてサイパンダ。調べたらほんまにいたわ。調べんでも信じてマジで。サイパンダいるから。私が作ったキャラクターじゃないけど、ダジャレなんだけど、最近ねふとね急にダジャレがね思い浮かぶよね。あ、絵で描いて多めで送る。あ、任して。サイパンダってマジでおるけ。みんな調べてみて、ほんまに。サイとパンダ合わせてサイパンダじゃけ。ではランキング読みたいと思います。13位ダンスさん、12位ゆうやさん、11位コウマさん、10位あやさん、9位かわせさん、8位あっさんさん、7位はやてさん、6位なつさん、5位ナッシーさん、4位ケブピー H さん、3位ハイケイさん、2位クルトさん、1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございます。今日の朝はお探ししました。あの寝坊ですので、皆さんご心配なさらず。今日は早く、もうこの後すぐお風呂入ります。ちゃんとで寝ます。そして時間があったらちょっと調べもします。明日は配信、連続配信77日目じゃけ。ではね。あ、そうよ、明日は卒業公演がありますね。しっかり楽しみますね。それではまた明日のショールームで会いましょう。明日もショールーム夜多分すると思うので、でも9時以降になるけ。お願いします。放送終了まで5、4、3、2、1、バイバイ。